どうも、抜群の西尾です。さあ、今日のゲストはですね、世界を股にかけるあの7人組の登場でございます。収録は終わったんですけれどもね、まずあの7人にあんなことさせるみたいなことをすいません、させています。そしてそんな中もハプニングがあったり、いたずらあったり、すごくわちゃわちゃ豪華に楽しくやっておりますんで、ご期待ください。範疇スタート。さあ、じゃあもういると思いますので中に行ってみましょう。ほら、来た来た来た、わいわちゃわちゃ。今日のゲストはゆうきっす。せーの、こんにちは、ゆうきっす。は大人気ボーイズグループユーキスが3回目の登場。臭すぎて。メンバー7人の東京生活での暴露トークやテレビ初公開となる特技も披露。さらに恒例のゲームでは白熱しすぎてまさかの仲間割れが。ハッチュー。お届けする本日のアプリケーション、まずはこちらから早速オープン。世界を舞台に活躍するアーティストを目指し結成されたユーキス。2008年に韓国デビューを果たした後、2011年には日本メジャーデビュー。その人気ぶりはアジア諸国だけではなく、パリや南米でのライブも成功させるなど、ワールドワイドに広がっています。僕はユキスのフクです。本当に会いたかったです。はい、僕はユキスのエジェです。よろしくお願いします。はい、僕はユキスのイライです。はい、本当にお久しぶりです。僕はユキスのキスプです。はい、お久しぶりです。僕はユキスのノーです。よろしくお願いします。はい、ユキスのケビンです。よろしくお願いします。はい、会いたかったです。ユキスのリーダーズユリです。よろしくお願いします。まずはメンバー7人にインタビュー。しかし、これが暴露合戦にスタート。皆さんあれですかね、日本でも住んで、はい、今東京で、はいはい、みんなで、はいはい、共同生活ということで、はい、これあれですか、やっぱ共同生活してて困ることってありますか？困ることですか？騒がしいです。騒がしい、はい、騒がしい。これ誰が一番騒がしいですか？シュアンさんとかイライさんが一番おさんいるんですけど、雰囲気を上がってくれます。あ、雰囲気を上げてくれる、テンション上げてくれる、はい、これはいいですけど、夜遅くまではなんかうるさいです。あ、AJ がうるさいです。番組で嘘はダメでしょ。僕さあ、ケビさんはでも最近はあんた一番うるさいよ。はい、違います。 AJ が一番うるさいです。お父さん毎日大きい声で、大きい声じゃないです。今の大きい声です。で、全員の意見としては AJ 君が一番うるさい。はい、そうです。最近は、はい、夜、最近は、はい、それ認めますか？自分わかんないです。まあでも騒がしくね、こう元気に来た方がね、はい、そうがいいですね。なんかこう、一番部屋の掃除しないとかっていう人います？リーダーさんが、はい、でも、なんか本当に掃除をします、はい、でも部屋、イライさんと僕とマイザーさんが一緒に使いますよ、はい、でもなんか、臭いが、なんかわからないですよ。掃除しましたけど、掃除しても臭い、はい、ほこしてます。なんで臭いしてる？リーダーさんが仕事が終わって家に帰るじゃないですか、帰ってメイクと部屋をしてから寝ます。して寝ます。知ったの？落とさないで、落とさないで寝ます。汗たくさんかいてすぐ寝ます。お風呂も入らない？はい、入らないですね。あ、そうか、ドーン君からしたらもうそんなんだから部屋が臭くなるんだから臭くなるんだから。まあね、でもね、男の部屋ってそんなもんですよね。そうですね。
な綺麗ではない。ね、ありがとうございます。本当に、はい、部屋はじゃあケビン君とキザキザキザ、そして他のシンと AJ です。そしてドン君は、ここはリビングで、リビングで、リビング、はい、部屋もらってないの？あります。もともとはリーダーとイライオンの部屋なんだけど、ちょっとクサすぎて我慢できなくて、リビングで一人で悪いイメージになってきてる。いい匂いですよね。はい、いい香りです、イキスは。なんだかんだありつつも東京での共同生活を楽しくやってそうなユーキス。そんな彼らはお休みの日はどうやって過ごしているんでしょう。バスケボールとかやります、はい、一緒に。バスケットボール、はい、公園に行って、バドミントン、バドミントンしてますが、バドミントンとかバスケットボールで一緒に運動します。はい、運動することが多い。はい、はい、みんな男だからそれが一番面白いです。みんな結構スポーツ得意なんですか。はい、みんな全体的にスポーツが上手いです。上手い、はい、エジェ君も、エジェ君も。私、子供の時バスケットボール選手を、はい、でも、8年前、8年前、はい、あ、そう。一番体力ないのは誰？そう、エジェです。一緒にやらない。スタミナがないです。いや、スタミナがない。はい、お、じゃあ、なんか、お気に入りの場所とかありますか？で、ビジ君、最近、忙しくて。あ、なかなか行けてない。はい、そう、はい。忙しい、お休み欲しいね。はい、欲しいです。お休み1日あったら、どこ行きたいですか？余裕しない。あ、お、ディズニーランド。ディズニーランド。お、ディズニーランド行きたい。富士急ハイランド。おお。僕は温泉に行きたい。温泉。いいですね。そう、前にね、ユキスとこう話した時は、この番組で富士急に行っちゃえばいいじゃないって話をしてた。あ、そうですね。そう、なんかそれいつか実現したいですね。お、お願いします。はい。そう。1日スケジュールもらって、はい、時期を2、3時間遊んで、おお、自由です。おお、ね、約束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 。これはもうマネージャー陣、ちょっと顔が曇ってます。うわ、はい、ね、でもそれぜひね、やりたいよね、そういうのね。そんなノリに乗っているユーキスが7月に待望のセカンドアルバムを発売。タイトルはインサイドオブミー。一体どんなアルバムなのでしょうか。僕たちの心の、内側、心の内面の歌声とか表情で表現するアルバムになりました。お、今回は僕たちが作詞した曲もあります。お、この部分をちょっと注目してほしいです。なるほど、作詞をした、みんなで、はい、みんなで、はい、みんなで3曲分かれて3曲作りました。ちなみにその歌詞なんかはどうですか、実体験ですか、それとも空想ですか。空想の方が多いですね。また若いからちょっと経験があまり、はい、多くないので。なるほど、はい、でちょっと自分の中で想像して、こんな恋愛じゃないかとか、はいはい、僕と依頼が着手した曲が、うん、なんか恋愛が始まる時の、ね、感情を込めた着手。そうです。お、全体的に歌詞が英語なので、英語ができるメンバーが直接着手してくれました。なんか商談して一緒に。なるほど、はい、韓国語で考えて英語で訳してもらって、はい、はい、そうです。メンバーの夢や思いがたくさん詰まったアルバム、インサイドオブミー、ぜひチェックしてみてください。さあ、ユーキスといえばね、やっぱりね、このダンスのかっこよさ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今回のこのアルバムでなんかかっこいいダンスとかちょっと見せてもらいたいなとか。やっぱりタイトル曲インサイドオブミー。でこれちょっとダンス見せてもらってもいいですか。あ、そうです。前の方が見せて、はい、見せてもいいですか。ユーキスの生ダンス見せてくれるのはアルバムのタイトル曲インサイドオブミー。ちょっと前ので2人で、はい、はい、どうもお願いします。はい、気をつけてください。せーの。 Baby 君だけ Lady 見つめる、今は夢の中、このまま僕と溺れていこう。スヒョン君、ケビン君、かっこいいダンスありがとうございました。実は
ユキス、ダンスもすごいのですが特技もすごい。ということでここからはメンバー全員に特技を披露してもらいます。はい、まずホヌさんとトモさんの喧嘩です。おー、喧嘩。なんかアクション、トモと僕がホヌランドというアクションドラマに集中演されたことがあるので、それをちょっと見せたくて。いいですね。まずはフン君とドンホ君が特技アクションを披露。はい、アクション。続いてはケビン君の特技。ポップソング。ポップソング。甘い声で。甘い声で。お願いします。はい。あとはジャスティン・ティンバーレイクのスーツ&タイという曲。スーツ&タイ。ジャスティン・ティンバーレイク。近いですけど。お願いします。はい。And as long as I got my suit and tie, I'll leave it all on the floor tonight. Let me show you a few things. Show you a few things. Show you a few things about love. Yo! My boy. My boy. いやいや、こんだけかっこよくて歌うまくてダンスできたら最高ですね。すごい、チェンジしてもらっていいですか。うん、西尾さん、ファイト。続いては AJ 君とイライ君。続いてイライさんと AJ さんが準備をしました。はい、イライさんのすごいエゴラップと私がビートバックスします。おお、ビートバックス。1, 2, 3, 4. Hey, welcome my heart. That's like a hop in that window. I got places to go. People to see, time is precious. I look in my car, he's got out of control. Just like my mind, where I'm going. The women, the shoulders, no nothing but clothes. No stopping now, my Pirelli's on road. I like my jewelry, that's always on hold. Whoa! Oh, this is really good. 初めて見ました。初めて。そんな、こんなにお前の人たちが初めてしまして。初挑戦でしたか。はい、挑戦しました。素晴らしい。アンチ初挑戦でございます。ありがとうございます。貴重なセッションの次はリーダースヒョン君とキソップ君。キソップと僕がダンスの準備をしました。おお、ダンス。おお、フリースタイル。ダンス。フリースタイルダンスですけど、音楽は大事です。いただきありがとうございました。せーの、ハンチュー。
のゲームコーナーでさらにユーキスの魅力に迫ります。目指せブーキスを。ルールは簡単、アイドルならおならすらもかっこよくこきこなせるはず。かっこいい。ということでブーブークッションの上にいかにかっこよく座れるかを競うアイドルにはちょっと過酷なゲーム。これはね、僕らも恐る恐るこんなコーナーいいですかって聞いたらですね、はい、事務所の人はもう OK です。なんで OK したんですか。ユキスも OK です。ユキスも OK です。果たして本当にかっこよく決められるのか。早速スタート。トップバッターは AJ 君。できればいい。準備ができたら言ってください。はい、はい、OK ですか。来た、どうぞ。おい、男らしい。出ちゃうんじゃないの。臭い。AJ 君、男らしいコキっぷり、お見事。続いての挑戦者はイライ君。かっこよく、かっこよく、かっこよく。でかくろ。名曲からの長いブーいただきました。続いて東北くん。東北はどんな感じでやってくるんでしょうか。お願いします。はい、皆さんユキスたくさん愛してください。ぷんぷいおならの威力でクッションを破壊。ドンホ君恐るべし。続いてはリーダースヒョン君。はい、行きます。ここから行きます。どうか壊るんじゃん。座ってください。座ってください。痛いんです。座ってください。さあ気を取り直してもう一度。はい、ユキスのリーダースヒョンです。よろしくお願いします。決定的瞬間をスローモーションでどうぞ。5番目の挑戦者はケビン君。ケビンちゃんお願いします。はい、俺は君しか見えないよ。おー、頑張らない。端正な顔立ちに似合う突き抜けるような高音ブー。さすがケビン君決まってます。次に挑戦するのはキソプ君。よろしいでしょうか。前もしたいです。おおおおおお、見事なパントマイムを披露するキソプ君の後ろでメンバーがまたいたずら。おお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 お
ん、どんなコキっぷりを見せてくれるのか。それでは最後、ブンブン。一番期待してます。風よくできます。うわ、すごい。男らしい強い男をイメージで。お、来た。おかー、おーめーはーめーはー。そう、編集してる。編集してる。カメハメハからの見事なブーにもかかわらず、メンバーまさかのノーリアクション。くんくんどんまい。果たして一番かっこよかったのは。そうですね、一番かっこよかったのは破裂したブーブークッションを作ったドンホーブということで、栄えある初代ブーキス王はおならでクッションを爆発させたドンホくんに決定。とっても面白かったです。はい、久しぶりに会ってとても嬉しいです。ずっとユキスを応援よろしくお願いします。はい、皆さん今日本当に楽しかったでした。皆さん、僕たちユキスが頑張りますので、たくさん応援してください。ありがとうございます。はい、皆さん楽しかったです。そして二条さんと久しぶりに出会って本当に嬉しいです。そして今度なんか富士急とかに遊びに行って。ゆきさんいつも頑張りますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい、皆さん、ゆきすのおならもかっこよかったですか。はい、ごめんなさい。でも皆さん、ゆきすもいつも頑張りますので、たくさん応援よろしくお願いします。はい、皆さんよく見ましたか。ちょっと恥ずかしいですけど、はい、これからも応援よろしくお願いします。大好きです。はい、館長をご覧の皆さん、今日ユキスと出会って本当に美味しかったですか。私は本当に美味しかったです。皆さん、次に機会があるとぜひもっと大きな場所で、自由な場所で一緒に遊びましょう。大好きです。9月23日にパシフィコ横浜でユキスとスペシャルイベントがあります。はい、普段見れない姿やスペシャルライブもあるので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、ということで今日のゲストユキス